こんにちは、あやなんです。ふえです。なんすか？今日はな、喧嘩しようと思う。え、今私たちが上に乗っているものは何ですか？そう、これはブルブルマシーンです。いやいやいや、ちょっと待って、なんで2つある？これなんか言ってました。なんでとてもアホだね。そうなの、あーちゃんは可愛いから肉が多かった。とてもアホだよ、それは。ああ、みんなに見せてあげな、みんなに見せてあげて。というわけで、これ2個届いたって、もうこれなんかに使えよって言ってるってことだなと思ったの、私は。あ、神がね。そう、あのふと思いついたのが、あのマートソちゃんがね、これに乗りながらメイクをするみたいなやってたじゃないですか、うん、それをちょっと、まあ、案として借りてきたんですけど、今日はこの上に乗って夫婦の日頃の不満を言い合ったら全然面白くて喧嘩にならない説。あ、そんなめちゃくちゃ夫婦の不満があって普段から喧嘩してるみたいな言い方やめてくださいよ。いや、してないけど、こういう面白に変えれば、うん、これに乗って、ってなってる状態だったら、なんかもう笑っちゃって、もう楽しくもう風化できちゃうんじゃないかなっていう。もう死の子の言わずに早速これをスイッチ入れて、うん、喧嘩していきましょう。喧嘩しよう。こうやって座ってこれでスイッチオンです。先攻後攻どっち？先攻ね、じゃあ、うん、よっしゃ、それではブルブル口喧嘩スタート。ああ、なるほどね。うん、今ね、今レベル5。レベル5ね。そう、これがレベル5。オッケーオッケーオッケー。ダイエットしすぎじゃない？今さらなんでそんな本気出してんのみたいな。モテようとしてんの？ああ、モテようとした、モテようとした、モテようとした何が悪いですか？今モテてどうすんのって言ってんの。やばい、肩もおかしくなってきた。なんで今さらなんで、なんで今さら。いや、モテて別に何もいらない。何もいらない。一回止めよ、一回。一回止めよ。一回止めよな。超全身から汗かく。ああ。もう愉快ですね。愉快に会話ができる。まあ、じゃあ今のはあの軽い議題だったんで、もうちょっといいのがあったらなっていう。もうこの時点で立証されてる気がするけど、ちょっと楽しいからもうちょっとやってみよう。うん。じゃあいきます。じゃあもうガチモードでいくよ。よーい、スタート。はい、始まりました。さらに来いよ。行くぜ。来い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 。ねえ、いや、こぼれそうじゃん。まあ、こぼれ落ちてくるよ。ちゃんとやって。これやろ。これなに。じゃあ1、2、4。イエーイ、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 イエーイ。じゃあアルプス一番だけど、なんか趣旨が変わってるけどいいよ。いいよ、これは一回だけ。初心の一戦で、せーの、よよよよい。アルプス一番だけど、これはいいよ。アルプス一番だけど、これはいいよ。なあ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 。なんか言ったよ。あ、おっしゃってるよ。なんか歌うたって。じゃあ何の歌っていい？あ、そういうとこ。テレビスペディアイフィンディー、テレビプリンセスのフェンディー、グラスパレチョーファーディー。あ、お前も震える。不満よ、不満。あ、そうです。あーちゃん先行。あーちゃん、はいはいはい。やっぱね、家族に対して冷たい。
正直言うとちょっとね寂しい最近はやっぱり、なんかなんだろうな、まあいいんだけど、いいんだけどね。いやだってさ、仕方なくない、だってさ、あんまり家に入れないからさ。まあ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 、ちょっとふざけないで。いやそれでね、だから不安というよりも、もうちょっと家族のこと、家庭のことに対する自分の気持ちを思い入れて、思い入れるその精神を、もっと余裕を作ってほしいな。そんぐらいかな、別に。痛い、背骨痛い、背骨痛い。あ、じゃあ次ね、俺ね、身内になればなるほど、当たりが強いのやめてほしいな。もう絶対にどっかに離れていかないって分かってるからか分かんないけど、いいよ、いいよ。てかね、ねえ、うーくん聞いてる？え？難しいこと言ったけど、私が一つ言いたいのは、自分のことは自分でやれってこと。鼻くそほじんないでよ。でかすぎる鼻くそ。あるんだよね。真剣に話せよね。鼻くそほじらないで。当たり前のことができてないから言ってるだけです。もう無理もう無理、気持ち悪いよ。一回止めていいですか？気持ち悪い。気持ち悪い。もう何を話しとんのかも忘れた。みかんでも食べてさ、さ、休もうか。まあでも喧嘩にならないんじゃねっていうのは本当にそうかもね。いや本当にこれは立証ですね。てか会話ができないね。うん、その場しのぎでは使えるかもしれないですね。うん、まあ、自分がだけがもう身を守るために座るっていうのはありかもしれない。まあでもまあ面白かったわ。あ、見して見して、とりあえずこっちみんなに見してあげて。はい、今何食べてるんですか？クッキーです。ふぅ、皆さんバイバイしよう。みんなに今日も動画見てくれてありがとうございました。かわいい。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。スマホの方はこちらから、 PC の方はこちらからよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。